こんにちは、柴田です。やっとやっとズームの MS50G プラスが届きました。まあ2ヶ月ぐらい待ちましたかね。最近ちょこちょこ出始めてますね。待ちに待った新機種だったんですけれども、まあ私シーバード的にはですね、今回ちょっと辛口な感じになってしまうかもです。まあズームのマルチに関してはずっと使ってるんですけれども、ちょっと期待しすぎたのかなっていうところもありますが、まあ正直 G2 を持ってたらこれ必要ないですよねっていうところと、あと下手すりゃ初期型の MS50G 持ってたらこれ必要ないんじゃないっていうところまで思っちゃったくらいです。まあその理由はね、お話ししていきたいと思うんですけれども、まあ音はね、いいっすよ。もうサウンド的には G2 がそのままこうスライドされたような感じなんで、まあ普通に音は進化してるとは思います。まあただ初期型よりめちゃめちゃ良くなったかっていうと、まあ言うてもっていうところだと思うんですよ。まあ中でも何が一番進化したかというと、まあ G2-4 が出た時にもね、お話はさせてもらってるんですけれども、マルチレイヤー IR 機能。これが一番の売りなんですよね。まあ要するにですね、アンプサウンドをこう立体的に聞かせる、そういう IR の機能なんですけれども、このね、ズーム MS50G プラス、なんと LINE 録音には全く向いてないというか、 LINE 録音用のアウト出力がないんですよ。なのでこれをそのままオーディオインターフェースに挿してもサウンドがね、ビジビジです。結構びっくりするくらいのビジビジです。どういうことかというと、まあ、Zoom のね、G2-4 にはですね、アンプにつなげるか、それとも、LINE 録音するかっていう、出力のスイッチ、切り替えがあるんですよ。これは、ボスの GT1 とかにもあるんですけれども、まあ、格安系のマルチにもついてます。で、何を隠そう、MS50G の初期型にもついてるんですよ。なのに新型にはついていないということは、まあ基本的にはまあライブだったりとかスタジオとか、まあそういった現場で使用するようかなというふうな捉え方。でも、せっかくマルチレイヤー IR が搭載されてるのに、LINE で使えないっていうのはどういうことなのと。まあ、近年ではね、ライブもね、LINE で鳴らす人増えてきてますからね。でしかもマルチエフェクターといえば、やっぱ卓録で使用するっていうところも視野には入れてほしいですよね。まあ、せっかくのね、IR 機能をね、発揮できずに半減させてるような感じはしますよね。まあ、しかもライブだったら断然 G2-4 の方がいいわけですよ。スイッチも3つついていて、このキーカーソルも G2-4 の方がね、大きいんです。G2-4 のこのキーカーソルに関してはですね、ギリギリ足で踏める感じだったんですけど、この MS50G プラスのキーカーソルはね、正直ブーツとか履いてたらギリギリ踏めないくらいだと思います。家でね、素足で踏む分には全然いけるんですけど、靴履いてるとね、結構きついんじゃないかな。まあ、エフェクト数に関しても初期型の方が断然多いです。まあ、ただね、量があればいいかというわけではないので、まあ一音一音、レベルは上がってるとは思うんですけれども、まあどっちを選ぶか、数を選ぶか。質を選ぶかというところなんでね、ここもね、分かれるんじゃないですかね。ただ気になったのは、パラメーターがね、このね、MS50G プラス、こっちね、減ってるんですよ。ちょっと痛いなと思ったのが、まあ、ディレイのテイルとかですよね。この辺はね、取っといてほしかったなっていうのはありますね。まあ、その他ね、機能が増えてたりするんで、まあ、例えばね、プリセレクト。これはね、非常に便利で、パッチを切り替えるときって、例えば1から3にするときって、2、3で2回押すじゃないですか。その間に3に行くまでの間に2が鳴ったりするじゃないですか。その2の音が鳴らずに1でピッピッと押せば3に行って、ポチッと押したら3の音が出ると。まあライブのね、演奏中にね、こう余裕があるときであれば、そういった感じでプリセットのセレクトができると。もちろんね、進化の部分もあるんですが、使い方に関してはですね、断然初期型の方がいいのと G2 の方が分かりやすかったです。ここは慣れですかね。1時間もね、使ってればね、全然こう慣れてはくるんですけど、入り口的には初期型とか G2 の方がやりやすかったです。G2 よりもね、進化した点が一つございまして、このね、動き。
G2 の場合は結構遅延があったんですけれども、エフェクトセレクトの時に結構こうサクサク動く、そしてエフェクトの種類によって色が変わると。まあこのあたりはね、見やすくて分かりやすくていいかなと思いました。でマルチレイヤー IR がね、いいっていう感じではあるんですけれども、まあこの MS50G プラスに関してはライン録音で使えないとなると、スタジオで使うということですよね。まあ、例えば JC しか使えないとか、そういう環境下でマーシャルっぽい音を出すとか、フェンダーっぽい音を出すっていう時に、アンプのシミュレーターが活躍すると思うんですよ。ただですね、このアンプのシミュレーター、単体ではめっちゃいい音がするんですけれども、コンパクトエフェクターと併用するときに、コンパクトエフェクターのノリは初期型の方が断然いいです。ちょっと試してみますね。では僕がいつも使っているフェンダーのツインリバーブで、まずはね、プラスの方から。うん、いいっすよね。で、これが初期型。これね、好みだと思うんですけれども、僕はね、旧型、初期型の方が好きなんですよね。設定はほぼ同じにしてるんですけれども、実はですね、この旧式初期型の方にはチューブというパラメーターがあるんですよ。これがね、結構肝になってて、割とこうふっくら感が出るというか、こっちプラスの方です。うん、まあいいんですけどね。じゃあエフェクターのノリをいきましょうか。これ初期型、これにブルースドライバー、うん、でこれがプラスでブルースドライバー、うん、ちょっとビジビジ感ありますよね。で、これが旧式。という風な違いがあるんですね。まあ個人的には、普段 MS50G の初期型使ってるんですけれども、多分ね、今後もね、初期型の方を使いますね。まあそれに関してはね、個人のね、好みもあるかと思うし、あとね、MS50G を持ってるかとか、G2-4 持ってる持ってないにもよって変わってくるので、MS50G プラスをこういう人が買ったら爆上がりする、テンション上がるよという人をですね、上げるとすればですね、まず G2 とか初期型、この MS50G を持ってない人、もしくは G2 を持っているけれどもサイズをもっとコンパクトにしたいと、それでボードにね、ピョンと置いときたいという人でもって、ライン録音とかはあんまりしないで、コンパクトサイズを1個持って、スタジオとかライブとかをやりたいと。そういう人向けですかね。まあ、ちょっとね、辛口にはなってしまったんですけれども、決してね、悪いわけではないんですよ。どこで使用するかっていうことなんで、まあ、僕の場合は、ライン録音で使おうかなと思ってたんで、ちょっと的外れだったなっていうところでした。で、アンプのシミュレーターに関しても、シミュレーター単体ではめちゃめちゃいいんですけど、他のエフェクトのノリ、単体エフェクターのノリとかを考えると初期型の方がいいと。まあ、これはね、すべて個人の見解なんでね、もし参考にされる方がおりましたら参考にしていただけたらなと思います。まあ、そんなにね、まだ使用したわけではないので、この後ね、いろいろ使ってみて、もっといい発見があるかもしれないし、実はめちゃめちゃ良かったとか、まあ、そういったことも出てくるかと思いますので、引き続き使用していって、また新たな動画を撮りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。